はい、おはようございます。目覚まし朝礼の時間です。今日はですね、ソフィアバンクのですね、藤沢久美さんをお呼びしています。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ちょっとさっきフライングしちゃった、ごめんなさい。久美さんね、いや、はい、その背後なんですか、その海はどこの海だ。これどこの海だろう。甥っ子が描いた絵なんです。絵画。絵画です。油絵で。写真じゃないの。写実をやっている今、京都市立芸大の4年生。いえ、これ何ですか、水彩ですか、油絵ですか。あ、油絵です。油絵でこの透明感。はい、すごくずっともうやばいですこれ。描いているので、もう今買っとかないと高くなっちゃいますよこれ。あ、ぜひお買い求めください。写実なので時間かかるから、本当だよね。買っていただかないと生きていけないんで、よろしくお願いします。なんかでも一説にはもう高いみたいな話も。そうですね、いくつか国内外で賞をいただいてるんで、若干1号6万円ぐらいだと思う。すみません、それもう名前言っちゃいましょうか。藤沢さんなんですか。どういうお名前ですか。中西雄太郎と言います。中西雄太郎ですね。はい、おそらく50年ぐらいしたら中西雄太郎画伯というふうに言われるかもしれないんで。はい、ということで、すごい絵をバックに今日は登場してもらいました。僕はですね、G1 サミットの帰りのバスで、たまたま一緒になって横に座って、2時間ぐらい話したかな。なんか本当にね、この人、頭のいい人だな、すげえと思いましてですね。で、それから、ベタベタしたお付き合いではないんですが、時々ね、いろいろ意見交換したり、また藤沢さんが奈良の生駒出身で、奈良に対する愛も素晴らしいので、いろいろ助けてもらったりしています。で、藤沢久美さんなんですが、ネットで普通にですね、ググって検索するとですね、日本の実業家というふうに出てくるんです。で、あとその後に経済評論家、キャスター、ソフィアバンク代表、社会起業家フォーラム副代表、等々ですね。ソフィアバンクは田坂宏さんとのタッグですね、されてたと思いますけども、そんなような感じでガガッと出てくるんですが、これどうですか、自己評価としては日本の実業家でいいんですか。ベースは起業したところから始まってるんで、実業家というよりも起業家って言ってもらった方が嬉しいかもしれない。僕も雰囲気、その社会起業家のなんかこう、こう一生懸命育てている非常に社会イノベーターみたいなね、感じがしますけども、実は、95年にですね、日本初のですね、投資信託の評価会社っていうのを起業されてまして、これを世界的格付け会社であるスタンダードプアーズに売ってるんですよね。売却しました。売却したんですよね。これすごい話だと思うんですけども、はい、99年に同社を4、5年で売却してるわけなんですが、ちょっとね、最初のその起業の時のきっかけがちょっと面白くて、大学生で就活していた時、これその時はもう大阪に住んでたんでしたっけ。奈良に住んでいて、はい、大阪の大学に。はい、で、東京に出てって東京の会社に就職してやろうと思ってたら、なんと、女性は東京に実家がないと雇わないからと、ある大手企業、どことは言わなくてもいいですけども、はい、言われたと。すごい話ですよね、はい、これね。そうです。当時インターネットがないから電話するんですよね。それで御社に興味がありますって、だいたい関西弁しか喋れないから、どっから電話してるのって言われて、大阪ですって言うと、いや関西の女の子東京に言えないと採用しないよっていうのが、その一社じゃなくて複数社から言われたんですよね。そのような時代でしたか。はい、でびっくりして、で、私大学も研究室に入ってるとすごいヒエラルキーで、こうね、みんなが教授を見て仕事をするっていう世界で、これは女性とか若い人っていうのは社会に出ても何の評価もされないんじゃないかという被害妄想がすごい広がったんです。へえ、そうなんだ、うん、95年ですよ、ね、でもその時はまだ88年とか、そうか、そうか、88年、就職活動して、なので、
こういう世の中だと女性とか若い人っていうのは頑張りたいと思っても頑張れる場所がないから、自分でそういう誰でも頑張れる会社を作るしかないなと思ったんですけど、大学生なんで会社の作り方も分かんないんで、とりあえず就職して、で大体30歳ぐらいになると、なんかその時当時読んだ日経ウーマンに30で女の転機が来るって書いてあったんで、30までに起業しようって決めて、とりあえず就職したっていうのが就職の起業のきっかけではあります。そうなんですね、はい。で、その日本初の投資信託評価会社を起業するんですけども、うん、まあ、この、阪神大震災にもこうかぶっていくのかな、はい、そうなんです。で、起業しよう起業しようと思って、まあ、起業するために転職をしたわけですね。なんか営業を経験しなきゃいけないから、営業できる会社に転職してとかっていうふうにやって、で起業するためには新規立ち上げ会社に転職した方がいいやと思って、新規立ち上げをやってみたりとかして、でそろそろ起業しようと思っているんだけれども、なかなかこう勇気が振り出せない時に、まず阪神大震災があって、でいやこれ突然死ぬかもしれないなって思って、それでもうじうじしていると、自分の会社がある霞が関のところでサリン事件があって、これはなんかやらないといつ死ぬか分かんないなと。で死ぬ時に起業しないで悔しかったなって思って死ぬよりは、たとえ失敗したとしても、いや起業したって思って死ねた方がいいだってその時思って、まあ、勇気を出しての会社にしちゃったっていうのが現実です。まあ、確かにあの年はなんかもう本当に世紀末の予想というかね、うんうん、あのそういう感覚を持ったとしても不思議はない。で28歳ですか、うん、その時ね。そう、7歳ぐらいで辞めて、はい、まあ、立ち上がって8歳ぐらいですかね。そうですね、はい、で起業したんですが、実は1年目の年収が96万円だったっていうのがあるところで言ってるんだけど、もうなんかその前の会社って、私外資系だったから1000万円の年収で入ってたんですけど、起業したら全然売り上げ立たなくて96万円しか年間もらえない、9分の1になっちゃったわけですよね、はい。でも要するにその、うん、自分のモード変える転職、という時に、飛び込む時にその年収が上がるっていうのは、まあ、転職にはあるかもしれませんけど、はい、そういう、それ自分のモードをもう変えていく時には、むしろ僕はもう自分安売りしろって言ってるんだけど、こうなっちゃいますよね、うん、でそこから立ち上がってくるわけですけども、やっぱりその、スタンダードプアーズにあの売却するっていうのはすごくかっこいい、あの、まあ、出口っていうかエグゼイトだったと思う、はい、もう相当苦労した。やっぱりこの96万円年収の後も、はい、やっぱ3年ぐらいはあのドタバタですか。そうですね、2年ぐらいかな。なんか最初そのもともと運用会社にいた時って、まあ課長っていう肩書きをもらっていたので、まあ、どこ行って目指しても人が会ってくれるのに、起業したら誰も会ってくれないし、電話かけてもなんかまるで押し売りのように、あれ昔私がその外資系にいた時は相手してくれた人もなんか、あんた誰ぐらいの冷たい、なんかいや肩書きなくなると世の中こんな人は冷たくなるんだと思いましたね。なるほどね。そう、でその起業する藤沢久美なんですが、あの、はい、少女の頃って、まあ、例えば生駒でね、はい、あのそうやって少女の頃ってそういうなんかこう将来起業するみたいな感じあったの、それとも割とおとなしいあの奈良の女の子だったんですか、うん、どうなんですか。なんか周りの人に大人になってから言われるのは、はい、あのそんな起業するような人には見えなかったって言われますね。ただ幼稚園の頃は、うん、あの母が言うには、男の子だったらよかったのにねって言われたわよとは言って。あ、それぐらい結構あ落ち着きがなくて。あ、落ち着きがないいつもうろちょろうろちょろしてるから多動な感じですね。多動だったんですね。だから、はい、あとは小学校の先生がとてもどの先生も素晴らしくて、5年生の時なんかは毎週自分で調査して発表していいって言われたんで、結構調査活動をやっていっぱいやってましたね。一番面白かったのは、あの当時できたばっかりのジャスコに行ってですね、あのすいません、ジャスコの売り上げを聞きたいんですけどって言いに行ったらいきなりそうちゃんと応接室に通してくださって、でなんか男性の偉そうな感じの方が、あのね、お嬢ちゃんたちね、売り上げとか利益っていうのはね、人様に言っちゃいけないものなのとか言ってすごい説明してくださってなるほどなるほどとか言ってそれって小学校の時って、うん、普通は公立の小学校。そうです、公立の生駒市立生駒台小学校っていう。ああ、本当に。
そういう自由な教育があったわけですよね。そう、すごい自由だったんです。だから自分たちで工場に行ったりとか、すごくそういう研究をいっぱいしました。へえ、そうなんだ、うんうん、でもなんかそれが今ソフィアバンクにも生きてる感じですよね。いや本当そう思います。だからその小学校の時に自分で能動的にいろんなことをやって興味のあることをやっていくっていうのは本当ベースになったなと思って感謝してます。うん、で、うん、その藤沢久美さんは07年ダボス会議を主催する世界経済フォーラムよりですね、ヤンググローバルリーダーに選出されます。でヤンググローバルリーダーって結構いろんな人が選出されてんだけど、その後にその人たちを選ぶ方のね立場もうちょっとねやったりしてましたよね。はい、やってました。はい、で、政府委員もものすごく多く、そして公益組織の理事もから銀行とか商社の社外重役とかですね、まあ、ある意味その、はい、ソフィアバンク代表という立場でいながら、すごくその多様なですね働き方をしているわけなんですけども、結局何者なのっていうふうに聞かれませんか。いや、そうなんですよ。新聞とかにも肩書き書けないとか言われちゃうのですごい困るんですけど、でも私の中でやってることは一貫していて、はい、その世の中の未来を作っていく活動をしてるんですよ。なので社会役員であれば企業の未来を作るためのいろんな お手伝いをしますし、あとプロジェクトもいくつかやっていて、例えば森ビルさんとのプロジェクトだと未来を考えるためにいろんな分野から人を集めてきてディスカッションするプロジェクトをやったり、あと信託銀行さんとかコンソーシアムを作って20代の人たちがその投資っていうものを考えるコンソーシアムを作ったりとか、基本的には未来を作るためのきっかけ作りというかそういうのをやってます。そうだよね。で、うん、今ね、まあ、もちろん言えないプロジェクトもあるんじゃないかと思うんだけども、うん、今ちょっとね例を挙げてくれたんだけど、その藤沢久美さんの動きとしては今一番結構こう入れ込んでるとか没入してるとかですね、これをっていうのはありますか。その言えるものありますか。でもすごい時間、すごい時間使ってるのは社外取締役業はものすごい時間使ってます。そうですか。はい、ただ取締役会出るだけじゃなくて会社に対していろいろ提案をさせていただいてプロジェクトも作らせていただいたりとかしているので、これはでも実際には例えばウェブで調べれば出てきますよね。公表されてますよね。だから会社名は言っていいんだよね。あ、いいです、いいです。だから一番その時間とか使ってるの、はい、静岡銀行なんかは現場の人たちの会議にも一緒に参加させていただいたりとか、はい、はい、FF って言って女性だけのチーム作らせてもらって全行員アンケートやったりで、頭取や会長に提案するのをみんなでやったりとかいろいろやらせていただいてます。そうなんだ。で、うん、それは日経なんかの記事には副業だらけで価値創造というですねはい、そういう、まあ、この副業だらけっていうキーワードねすごい、はい、ちょっと面白いと思うんですけども、はい、藤沢久美を語るにも面白いと思うんだけど、はい、どうなんですか。副業だらけであっち行ったりこっち行ったりあっち行ったりって結構その、見てる人の中にややこしいなというふうに思う人もいるかもしれないんだけど、はい、それは、要するに未来を作るという意味で一貫しているので本人の中ではもう全然こう、サバサバしたもんですか。そうですね、まあ、この、うん、私の大好きなご本人も書いてあるありがとうございます、はい、連邦型人生とか はい、あといくつか三角形作っていくっていうのありますけど、はい、私の中では未来を考えるためには一つの分野だけでは未来は見えないので、あらゆる分野の知恵が必要だと思っているので、興味がある範囲は全部関わるっていうことだから全然違和感はないんですよね。なるほどね。徹底的にやっちゃうと、はい、だからそのまあその本のこの本の中には、なんかこう、はい、まあ、八ヶ岳連邦型っていうと、そうそうそう、なんかもしかしたらその山は、はい、そうですね、その富士山型の一山主義ではなくて八ヶ岳って言っちゃうと、まあ、多くて8つぐらいかなみたいにみんなイメージするわけだけど、はい、藤沢久美さんの場合にはこれがその100ぐらいあるかもしれない、800あるかもしれないみたいな感じ。そうだからもう本当いろんな山をこう横にだけじゃなくて横も縦も360度作って、うん、なんか大陸作ってる感じ
要するにこういう一つ一つをこうね、僕はよくその裾野がなければ山を育たないと、まあ、1万時間ぐらいで育てるみたいなことで、はい、こういう、まあ、あの図を描きますし、やっぱ講演の時にも360度でプレゼンできないもんだから、はい、こうやってますよね。で、まあ、前と後ろにこう3層ぐらいであるかもしれないことを言ってんだけど、はい、そうではなくて藤沢久美さんのケースの場合にはもうこう全面ですね、この東西南北にぶわーっとこうある感じですか。私メタって言葉が好きで、メタレベルに上がるってことで、横から2次元でこう見るんじゃなくて、上から3次元で見た時の図が好きなんですね。だからあの山も上から見るっていう感じ。そういうことですね。で、それがですね、少し最近転機があってですね、まあ、要するに名誉職のおばさんみたいなことをしてていいのかなと。で、藤沢久美さん、まあ、あの今の年齢は聞きませんが、おそらくあと50年は現役でもうバリバリやる人なんです。はい、そのあと50年ってことを考えた場合、その50年間名誉職のおばさんみたいなね、そういうことをしてていいかということで、人生を棚卸ししたくなったということで、はい、早稲田大学の大学院にあの通われました。そこもですね、なんとですね、首席で卒業っていうですね。ありがとうございます。何なんだ藤沢久美という人はという感じがあるんですが、すごいですねと。これ同じ時期にあれですか、品川女子のうるしさんとかいました？うるし先輩は一つ上です。はい、そうなのね。はい、うるし先輩が13期で、私たちが14期。あ、わかりました。はい、でこれ、まあ、その副業型のですね、人生ですね、これどう変えるんですか。まあ、これからその言えないこともあると思うんですけども、うん、どういう方向になるんですか。やっぱりそうは言ってもこう、例えば東西南北全部ここあったんだけど、うん、それをこう南だけに修練するとか、それともここのやつをこうぐわっと高くしちゃおうかなみたいな、そういう変化ですか。あ、もうね、いろんな山作ったので、この山を全部まさに取り囲んだ大陸としての絵を描きたいって今思って。ほう、全体をこうつなげていって、はい、でしかも巨大な情報編集で、自分で作った山だけじゃなくて、みんなの ちっちゃい山とか大きい山とかも全部一緒になって、こうなんかまさに大陸作りたい感じなんです。なるほどね。、はい、だから一個に絞らないで全部やるっていうのが今年の目標ですね。素晴らしいですね。でその藤沢久美さんはあの生駒出身ということもありですね、奈良を結構愛していてですね、僕があの一条高校の民間校長ね、本当ありがとうございました時にですね、もう次は藤沢久美かというような感じで、僕が借りてた家を久美さん借りたらどうっていうのね、そんな話もしてましたけども、まあ、奈良に対する思い強くて、川瀬奈美監督とも親しくですね、はい、してらっしゃいますし、はい、しかしその奈良ってもう毎度言うんですけども、大仏主義、1300年前に大仏が立っちゃったもんだから、はい、まあ、大仏っていうのはまあ、動かないわけですよ。動かないこと大仏のごとしっていう感じですね。その大仏主義っていうのが奈良のキャッチフレーズになってるんじゃないかと。つまり大仏がいるから人が来ちゃいますから、海外からも人が来ちゃうし、日本全国から人が来ちゃいますから、自分のとこからあんま仕掛けない、で自分のところのものは守ると。で天領であったこともあると思うんですけども、比較的戦乱で荒らされてないんで、財産がしっかり残っているっていうようなこともあり、でそこがまた奈良の良さでもあるんですけども、これちょっと少しリノベーションするというか、奈良をもうちょっとまあ、今、海外から観光客が来た時にはだいたい残らず京都に泊まって、奈良はまあね、一泊もしないと。で、鹿に餌あげて自撮りして帰るわけですけども、下手すと鹿せんべいは150円か250円だけしか落とさないと。これもうちょっとね、奈良の環境や鹿の環境や大仏さんの環境を良くするためにも、もうちょっとなんとかすればっていうふうに思ったりするんですが、どこがね一番課題、もしくはもし藤沢久美が奈良市長、もしくは奈良の 県のね県知事になったとしたら、はいはい、一つだけって何やります。一つだけですか。一つだけだったら、私は本当になんていうのかな、奈良ってものすごく世界中の知恵があるんですよ。なので世界の人に今の奈良をどうしたらいいかっていう知恵を
借りるっていうか、集まってきてもらって一緒に奈良を作る。だから平城京って、まあ、百済の方々中心ではあるけれども、海外の技術者層の人たちに力をたくさん借りているので、あれと同じ1300年前と同じように世界の人の知恵を借りて奈良をもう一度作るっていう感じです。なるほどね。ものすごい国際的な都市だったし、うん、それから東大寺っていうのはそのなんかこう宗教のですね、もちろん華厳宗なんだけど、宗教のもうメッカというよりはそこ大学だったんですよね。世界中の英知をそのまあ学び、それを 全国に波及させるための大学だったわけなんで、うん、そこに戻るとそこに回帰 しろみたいなことですかね。そうですね。でその時にその私平城京を作った頃のことってすごく素晴らしいと思ってて、海外の知恵をみんなで学んで、そして国民がみんなで自分たちの国を作ったっていう歴史なんですね。なので海外の知恵を借りて私たち日本人が日本の国を作るっていう、それを奈良でまずスタートしたいって感じです。素晴らしいですね。でその奈良をね、4期にわたって本当に頑張ってよくしてくれた中川市長がですね、まあ、我々の仲間でもありますけども、ちょっと今ね最高裁が出した裁判で1億円以上払いみたいな形になっちゃってて、少し窮地に陥ってるんで、これはぜひですね、まあ、最高裁の判決ですから、これ従ってその支払うってことになるんだと思うんですけども、藤沢久美さんと僕がある意味発起人になってですね、とにかく少し彼を応援するその支援ですね、寄付を募ろうというようなことで、うん、やろうとしています。ぜひですね藤沢久美さんも助けてもらえばなというようなことで。いや本当そうです。裁判は皆さんも調べていただいたらいいと思うんですけど、ああいう裁判が成立するということは、全国の自治体の市長さんや首長さんが自治体のために勇気を持って何かを英断するってことができなくなるんですよね。自治体のために、市民のためですよね。うん、そう、市民のために何かやろうと思ったら、結局それがなんか市長が訴えられて罰金を課せられるなんてしたら、もう誰も怖くて何もできなくなっちゃうから。そうですね、みんなで寄付をするだけじゃなくて、こうもっと自分たちの町を支えてくれる市長というのはにこういう裁判が起こらないようにするべきだっていう社会運動も一緒にやるべきだと思っています。そういうことですよね。で裁判の中ではもう、うん、中川市長に何の指針もないと、自分がその私欲でやったのでもないし、そこに何かこう私腹肥やしたのでも全く違うと、それことも全部認められた上で、それでしかもなおかつ市議会が全部その賛成して、賛成票を投じて全会一致かなんかで決めたものに対して個人が支払わなきゃなんないっていうのは、本当にちょっとこれ日本のベンチャー精神にかなり毀損を与えるものかもしれないなと思うので、もうだって そんな風に言われちゃったら選挙の意味がないですよね。はい、議員さんだって市長だって民意で選んでいるのに。というわけで、そこはですね、ぜひですね、訴えていきたいと思います。では最後に藤沢久美さんからですね、ちょっとお題が出ます。はい、はい、どんなお題でしょうか。はい、まあ、子どもの頃からやってみたいと思っていたことでまだやれていなくて死ぬまでにやりたいことは何ですか。今までやってなかったけど死ぬまでにやりたい、やり残したことです。一つだけね言ってもらったらいいと思うんですよね。うん、子どもの頃からやりたいと思ってて、お花屋さんになりたいと思ってたとかですね、モデルになりたいと思ってたとかですね。ちなみに藤沢久美さんは何かありますか。まだやり残したことも100も200もやったとは思うんだけど。私ね、アーティスト、まあ、できればダンサー。出ました、ダンサー。ダンサーですか。はい、なんかね、藤沢久美さんと話していると、なんかこう、ある種のこう巫女さん体質。よく言われる。巫女さんのようなね、なんかね、話聞いてもらうと、本当、こちらがこう癒されるみたいなのがあると思うんですが、それがダンスやるっていうですね、なんか卑弥呼の世界に回帰していくのかみたいな感じありますが。じゃちょっと巫女の舞を学ぼうかな。はい、というわけで、では最後に君にならできるお願いしたいと思います。はい、行きましょう。はい、君ならできる。